おびき稲荷神社は、群馬県立林市おびき町にある神社。旧社閣は、孫社、神仙平白領と模神社。大袋城主であった赤いテルミツが、協力元年正月、おいの原五郎集権が収める舞伎城に、向かっていたところ、近藤林というところで、子供たちが狐の子供をいじめていた。哀れに思ったテルミツは、子供たちに銭を与え、狐の子を逃してやった。 夕刻マイキ城からの帰り、テルミツの前に遺憾を正した老人が現れ、自分は、大袋の守護神、稲荷神在門である。今朝、剣族を救われた、御恩に報いたいと述べ、続けて、恩美の居城は、妖怪ではない。沼の北岸盾林は、詩人相応の地、築城すれば、天下の名城になるであろうとテルミツに告げ、その日は姿を消した。その年の七夕、 稲荷は再びテルミツの前に現れ、今宵は月明かりが良いので、縦林に案内しましょうと告げると、たちまち白子の姿となり、テルミツを先導した。意を決してテルミツが後をついていくと、白子はマテヘンと呼ばれたあたりからふさふさした尻尾を地面に引き始め、縦林上のクルワを死災日に描いた。縄張りを引き終えて、下方子と呼ばれたあたりに来ると、白子は、 稲荷の神は長く、城下に留まって守護する心づもりであるから、築城公は速やかに社殿を鎮座するようにと伝えて、姿を消した。テルミツは不思議に思い、ここに城を築けおびき城と名付け、天文元年二月初馬の日に入城した。また、稲荷の恩に報いるため、城内に稲荷閣を設けおびき稲荷神社を、王を引き始めた町辺のあたりに、酔い稲荷神社、王を引き終えた。 花宝市のあたりに、夜明け稲荷神社を鎮座させたという。綱吉時代の稲荷閣秋元時代の稲荷九1923年、五郎のおびき稲荷神社天文元年、赤い照光の盾林城を追記にあたり、城の鬼門の守護神として創建された。そのため、本丸と相対して作られ、神社としては珍しい西向きの社殿となっている。天正十八年盾林に入った。 坂木原康政は、城郭の拡張工事とともに当社を再建した。商法2年建林藩主であった松平泉守則子と武器も社殿を修築し、その後安永8年2月にも修復されるなど、歴代の城主が社殿を修復するとともに、これを存重した。江戸時代の別当時は塚場町の総督員が務めた。総督員は、当社だけではなく、 八幡区の八幡宮の別当も務めていたが、両者は城内にあり、朝夕の奉仕がしづらいという問題があったため、徳川綱吉両主時代の漢文7年、両者を分岐し、総徳院境内に誕生した。明治維新後、総徳院は、廃寺となり、同時境内の稲荷八幡両者は1908年、小菊町のあたご神社に合祀されている。 1873年11月には孫社に、列せられ、1906年12月28日には、新鮮兵白陵とも新社に指定された。1907年12月には、八幡区の八幡宮、高城町のウリナ稲荷神社。1910年3月には、浦宿の恵み稲荷神社。同年11月14日には、金山の稲荷神社、高西町の稲荷神社。 外友ものやさか神社、外加宝うのやさか神社を合祀している。1930年1月宇治こなどの寄付により、社務所を改築した。1936年には宇治こ、数傾者らの寄付をもとに、社殿造営に取り掛かり、翌1937年9月に落成した。境内地面積807坪。本殿園芸殿境内には7基の石道路があるが、 そのうちもなものを列挙する。ありがとうございます。